はい、こんにちは、よしこでございます。今日はですね、鶏胸肉が余ってるので、その鶏胸肉を使ってサラダチキンを作っていくんですけれども、そのサラダチキンをちょっとね、柔らかくしっとりに仕上げたいなということで、僕のいつもの大好きなある食材を使ってサラダチキンをしっとりにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあここに鶏胸肉置いてます。もう一つ使うものはこれなんです。ヨーグルト、鶏胸肉をヨーグルトでつけていきます。それでしっとり味付けもそうですし、しっとりと柔らかくできるかと思います。ではまずこの鶏胸肉、皮の方は剥いでいきましょうか。こうやって皮は剥いでいきます。こんな感じで揉んでいくような。で、あとは塩も少し振って入れていきましょう。揉んでいきます。そのまま放置して置いておきます。これ3時間ぐらいから経ってたんですよ。ちょっとね、いろいろやってたらすっかりほったらかし状態になってたんで、常温でずっと冷たいままだったんで、その常温というかね、冷蔵庫から取り出して、それが常温ぐらいになってくれたらいいのかなとは思ってます。ただお腹壊さない程度に常温に戻しといてください。はい、ではこれをしっとり仕上げたいということなので、炊飯器の中に入れようかなと思ってます。ちょっとだけぬるめにしてます。で、保温のボタン押してます。1時間以上放置してください。ではオープンします。お、まあまあできてそうな雰囲気はありますけどね。よいしょ。まあこんな感じです。クッキングペーパーで表面もしっかり拭いときます。お、出来上がっちゃってます。盛り付けていきます。はい、ではお上がりなさい。いただきます。食べましょう。もうしっとり仕上がりましたよ。こんな感じです。うん、柔らかもにもにですよ。もにもに、ヨーグルトにつけて正解やな。やっぱりヨーグルトとかにつけるとなんか柔らかくなるんですよね。発酵食品につけたから。じゃあちょっとカッテージチーズと一緒に食べます。カッテージチーズもね、ダイエット食として優秀なんで。柔らか、本当に美味しくできたな。ではもう一枚。うん、うん、言葉って少なくなる時ってありますよね。ごちそうさまでした。美味しかったわ。いかがでしたか。はい、今日はサラダチキンをしっとり仕上げるということで、あ、すごく美味しくできました。それにしてもね、サラチキンって結構定番じゃないですか。やっぱりね、ああいう定番のものをね、しっかりと食べていかないとね、まあ、味もあるんですけれども、まあ助けてもらう本当にそういう道具だと思ってるんで、はあ、なんか運動してたら
脳みそ回らん。はあ、疲れた。はい、ということで今日はこれぐらいにしておきます。で、僕の動画ではこういったダイエット料理のチャンネルとしてやっています。ですのでダイエットしている方、もしくは今から始める方、まあ、あとは楽しく見ている方などいれば、よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。はい、次ディップス。はい、ではバイバーイ。ああ。